ルワンダの大統領は、ルワンダ共和国の原始たる大統領である。ルワンダがベルギーによる新宅統治下にあった1961年、長らく存続してきた王政が国民投票で廃止され、ルワンダ共和国が成立した。ルワンダは、翌1962年に独立を達成するが、新宅統治時代からすでに自治国家としての枠組みが成立していたことを考慮し、 歴代国家元首の項では1961年の共和国成立以後の国家元首を記している。軍事政権の長が国家元首を兼ねた期間があるが、それもまとめて一覧に記した。現行憲法下では大統領は国民の直接選挙により選出される。任期は7年で3選禁止。大統領選挙への立候補のためには35歳以上の ルワンダ国民であり、他国の国籍を保持しておらず、立候補の届け出時点で、ルワンダ国内に今日構えていなければならない。建国当初は、任期4年、再選制限なし、その後任期5年に延長した。ルワンダは、大統領制の共和国であり、大統領は、国家元首であると同時に、行政府の長も兼ねる。大統領は首相及び閣僚を任命し、軍の最高指揮権や、 御社権を持つ。ただし、閣僚の罷免については、首相による罷免案が必要である。また、上院定数26議席のうち、8議席は大統領による任命枠となっている。ありがとうございます。